痩せるアイドル水に使ってはいけない甘味料についてお伝えしていきます。別動画でこのアイドル水お伝えしたところ、もう多くのですねご質問いただいたんです。で、一番多かったのが、どんな甘味料を使ったら良いんですかというご質問だったんですね。そこでこの動画をご覧いただきますと、痩せるアイドル水に使ってはいけない甘味料が分かります。そして逆に、じゃあどのような甘味料を使えばあなたは健康的で綺麗に安心して痩せることができるのかということについてお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧くださいね。では早速本題に入ってまいりましょう。そもそもアイドル水の基本の材料、よく見る材料は、甘味料はですね、砂糖なんです。で、私はそのお砂糖は使わないんですね。そして今回、その白砂糖についてのそのなぜ取ってはいけないのかというデメリットについてお伝えしていきたいと思います。もうまず1つ目、血糖値が急上昇してしまうからなんです。白砂糖を取ってしまうと、あなたの中でですね、血糖値がバッとこう急上昇することで脂肪を溜め込みやすくなってしまうからなんです。せっかくの痩せるお水がですね、台無しですよね。ですので血糖値の急上昇をするからいけませんということ。では2つ目、中毒性があります。で、過去私もですね、この白砂糖中毒だったんですね。がすごくお気持ちわかるんです。甘いものってですね、一度食べ出すとやめられないんですよ。もう本当にそのお気持ちわかります。もうそれはあなたが悪いのではなくって、そういうものなんです。中毒性があるから仕方がない。そこでそのようなものをわざわざ取らないでくださいねということ。では3つ目、そもそもその白砂糖を作る過程でさまざまな薬剤がもう使用されてしまっているわけです。もうこれを聞いただけでもうどれだけ体に悪いかというのがお分かりになると思うんですが、そうすることでじゃあ何が起こっているか、こちら、ビタミンやミネラル、もともとあったものがですね、失われてしまった結果が白砂糖なわけです。プラスその白砂糖というのは腸内環境を悪化させるんですね。なぜかというと、デブ菌と言われる、まあ、悪玉菌が大好物の餌が白砂糖だからなんです。ですからあなたがもしその白砂糖をどんどん取ってしまうと、デブ菌がどんどん増えるわけですから、太ってしまうわけですよ。わざわざ取る必要ないですよね。で、プラス免疫力が低下したりですとか、また大事なカルシウムをねどんどん使っていくんですね。なぜかというと、その白砂糖を取ると血液が酸化します。で、その酸化したものをこう取り戻そうとして、もう大量のカルシウムがどんどん体の中でですね使われていってるんですよ。もうボロボロです。ですからせっかく痩せて もうボロボロになったって仕方がないですよね。そしてプラスまたですね、腸にも負担がかける、プラス肝臓にも非常に負担をかけてしまう。腸と肝臓が元気ではないと、あなたがどんなに食欲、食べる量をコントロールしたとしても、頑張ってきつい運動を毎日したとしても、長期的に痩せることは絶対にできないですよ。なのでやはり臓器が元気であることがもう大前提なわけです。そこを痛めるものを取る必要はないということ。で、最後プラス胃の動きも弱めますよ。胃と腸はですね、この白砂糖を取ると前動運動がピタッと止まるんですよ。で、止まってるところに食べるわけですが、もうどれだけ胃と腸がもうやめてくださいって言ってるかっていうことです。そういった声のない声をですね、やっぱり聞いてあげる必要があるんですね。さあ、いかがだったでしょうか。白砂糖のデメリットはいろいろありますが、主なものはこちらでした。ではここから、じゃあ代わりに何を取ればこのようなことが起こらず健康的に綺麗に痩せれるのかということをお伝えしていきますね。で、私別動画でこのアイドル水の作り方をお伝えしております。で、またこのアイドル水の材料の中に緑茶があるんですけど、カフェインがもともと苦手で飲めない方がいらっしゃったり、こう味が苦手ですっていう方のご質問も多かったので、緑茶に代わるためのあるお茶を使うとさらにいいですよっていう動画もお伝えしております。この2本、詳細欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
では私がアイドル水に使う甘味料、何をおすすめしているかと言いますと、蜂蜜なんです。でこの蜂蜜も選ぶときすごく注意なんですね。やはりあの国産のものであることや、また蜂蜜とこう書いてあっても原材料を見ていただくと、蜂蜜 100% ではないことがあるんですね。あらゆる添加物、まあ、プラスお砂糖が入っていたりですね、香料だったりもいろんなものが添加されている蜂蜜もあります、世の中には。でそういったものは選ばないでくださいね。私がおすすめする蜂蜜というのはもう完全 100% でも、できれば国産がおすすめです。でこの蜂蜜が持っている効能は何かと言いますと、もうまずビタミンとミネラルが豊富なんです。もう栄養満点なんですね。でプラスアミノ酸の力であなたの脂肪がどんどん燃焼されるんですよ。いいと思いませんか？蜂蜜を取れば脂肪が燃えやすくなるわけです。でまたグルコン酸の力でそのビフィズス菌がですね増える。でこのビフィズス菌というのはあなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれる善玉菌の餌なんですよ。いいですよね。そういった痩せ菌がどんどんあなたのお腹の中で増えてきてくれたらいかがですか？痩せ体質になれるわけです。でまたポリフェノール効果で活性酸素を除去してくれますから、こう錆びない体、健康な体がベースで痩せることができるんですよ、ということでおすすめなんです。ただですね、取りすぎてはいけませんよ。もう何でも過ぎたらいけませんよね、負担になります。ですから蜂蜜おすすめなんですけれども、注意するポイントは国産であること、無添加であること、適量を取ることでした。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのようにさまざまな健康法、腸活法をお伝えしていくことで、女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。私とても今励みになっておりますし、嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。